ログインテーブルトーク RPG シリーズは日本の出版社エンターブレインが発行しているテーブルトーク RPG 関係の書籍レーベル。もともとはログアウトテーブルトーク RPG シリーズというレーベル名だったが2000年にアスキーのグループ再編でアスペクトから新設されたエンターブレインへ事業上とされたことに伴いレーベル名が変更された。 ログインテーブルトーク RPG シリーズの前身であるログアウトテーブルトーク RPG シリーズは1993年にアスペクト社によって創刊されたレーベルである同社のテーブルトーク RPG 雑誌ログアウトの創刊と同時で同誌で取り上げていたゲームの関連製品の出版を行うことがレーベルの目的となっていたログアウト休館後もレーベルは継続しいわゆる TRPG 冬の時代の間はテーブルトーク RPG を定期的に出し続けた数少ないレーベルの一つとなっていたその時期に多くの不動ユーザーを取り込んだおかげで2000年代以降の国産テーブルトーク RPG 市場においては中心的な位置に立つレーベルにまで成長したレーベルで扱うゲームはファーイーストアミューズメントリサーチ者が制作したゲームが多く TRPG 出版では、エンターブレインのライバルとも言える士見書房が、グループ寸が、制作、翻訳したゲームが中心なのとは、対照的になっている。ログインテーブルトーク RPG シリーズは、その解説の時点から現在まで、比較的大きめの書籍タイプで、商品供給を行っている。2011年現在では、B5 版ソフトカバーでの供給が主流であり、 一部のリプレイやルールブックに英語単行本サイズが採用されている。また、石田博之イラスト集、フライングカラーズなど、A4 版の商品も少数ながら存在する。なお、アスペクト、エンターブレインは文庫本サイズの TRPG やリプレイも数多く出版しているが、それらはログインテーブルトーク RPG シリーズのレーベル名が、 付けられず、ログアウト冒険文庫やファミ通文庫のレーベルから出版されている。レーベル解説当時の TRPG 業界では、重いルールのゲームや道具を多く使うゲームは、ボックス版で、玩具流通を行い、軽いルールのゲームは、文庫版で、書店流通を行う、というのが常識であったため、ログアウトテーブルトーク RPG シリーズの書籍タイプへのこだわりは、 珍しい部類であったと言える。大判書籍タイプへのこだわりは、創刊当時は中途半端という印象をユーザーに持たれがちだった。3000円4000円程度の価格帯で本を買わされるというのに違和感を持つユーザーが多かったのである。また、専用のカードが数十枚使われるようなゲームでも強引に書籍のルールブックに封入して販売しており、挙句にマスタースクリーンまで。 書籍のルールブックに封入していた。ここについても、そこまでするなら、ボックス版にして、コンポーネントを持ってこったものにするべきではという、印象をユーザーにもたれがちだった。しかし、この大盤書籍タイプという形態は後に来る、冬の時代で進化を発揮することになる。1990年代後半、日本のテーブルトーク RPG 市場は、様々な理由により急激に減退した。 これを俗にテーブルトーク RPG 冬の時代と呼ぶ。冬の時代においては文庫による薄利多売をメインにしていた角川書店や藤見書房は出版点数が大きく減少してしまい、ボックス版が中心であったホビージャパンも通常書籍と違って返品が効かない製品ばかりであったこと型販売店から敬遠されて一時的に TRPG 市場から撤退せざるを得なかった。 しかし、ログインテーブルトーク RPG シリーズはこの時代に逆に活路を見出す。学術書と同じような形で、高額で勝負数の書籍として TRPG 出版を行うことで、コアユーザー相手に安定した商売を行いたのだ。この結果、2000年代に入って冬が明けた頃には、エンターブレインは日本のテーブルトーク RPG 市場では、 最有力企業の一つになった。冬の時代が明けてからは、多くの出版社が TRPG 出版を再開、もしくは新規に始め出したが、ログアウトテーブルトーク RPG シリーズが開拓した B ご飯書籍ソフトカバーの形態は、日本のテーブルトーク RPG 市場ではスタンダードになり、現在では多くの出版社がこの形態でゲームを出している。なお、 海外でもテーブルトーク RPG シリーズの主流は書籍タイプに移っているが、スタンダードは A4 版である。B 版は日本独自の半径であるためである。ありがとうございます。